今日は人形町、さっき人形町、浜町、これ多いね。まあいいや、甘酒横丁。今日はね、甘酒横丁を切らねえよ。そんな大それたことできねえよ。新参者ね、こう人形町でがっつりあったからね、いろんな店映ってるんだよね。まあちょっとブラブラっと甘酒横丁を歩いて、甘酒横丁も目抜き通りっていうのかな、一番良さそうなところを少し歩いて、これなんだろうね、洒落た感じだね。ちょっと渡ってみようか。ビストロオープン、ビストロだね。まあ飲み屋だね。まあでもコロナってことで、おお、まだ桜咲いてるね。コロナってことで、あんまり、お店もやってないからね、大変だよね。で、ここら辺ね、本当にね、超有名店、目白押しなんだよ。そこら辺ちょっと今日は紹介するような。本当はね、九助。ここね、九助はね、飲み屋なんだけど、重物、焼き鳥重とかね、うまかった。もう一軒ね、向こうの方に、名前が出てこねえ、なんとかって有名な店があるんだけど、そことここと二大巨頭だね。亀戸ね、閉まっちゃったけどね、ここはね、人形町にね、人形焼きの店はね、三つあるのよ。三つあったうちの一つだ。ここはまあ、なんていうかな。なんかあんまり特徴がなかったかな。特徴なかったからやめちゃったのかな。ミニ、メイビザって書いてあるね。ここね、面白いんだよ。茶巾のお寿司ってのがね。ほら、これ、わかる？こういう店があったりね。で、ここ、笹新、超有名。嵐山幸三郎とか、あと誰だっけな。まあちょっと、流行りの雑誌の編集長なんかが紹介して、普通の居酒屋なんだけど、超有名になっちゃった、みたいな感じのとこ。でもね、店のね、ご主人とか今大がある人なのかな。若い、あんちゃんって言ったりするか。ご家族だろうな、多分やってんだけど。いい感じの人たちで、味もなかなか良くて、いい店だと思うよ。うん。そんな感じなのだ。今日はだけど、晴れててよかったな。2、3日前に、コロナはどうなんだ。夜の下町を車で走るぞ。あ、いいね、桜のが生えちゃってね。夜の下町を走るぞみたいなの言ったんだけど、あれ声全然通ってなかったね。やっぱマイク買わなきゃダメだな。うん、マイクを買うぞなのだ。うん。でスタスタ歩いていくと、いろいろあるんだけど、あれなんていうもんだっけ、わさびも名店だよ。美味しいよ。その手前の15、ここ焼き鳥屋なんだけど、なんだっけな、白ヨガだったかな。もうすぐ売り切れちゃう。美味しいんだよね、ここもね。うん、篠田寿司、まあ、ここも古いよね。なんかさ、こういう風にさ、この流行ってるとこだけガーってやるのダメだよね。もう甘酒横丁ずーっと北ブロックとかさ、東ブロックだけとかさ、そういうふうにやって何回か分けなきゃダメだよね。なんとなくただただ歩いてるだけだもんね、今日会ってるのに。これね、まあでもいいや。とりあえず今日はこういうことで始めちゃったから、これで最後まで行くのだ。森の園ってね、お茶屋さんがさ、見えるね、
俺だってお茶屋さんがあるんだけど、お茶屋さんね、高く経営でね、いろんなことやってるのよ。カラオケ屋さん。で、森の園ね、お茶も確かにね、いいんだけど、お茶以外にも、なんだろう、2階がちょっとしたパーラーカフェってのかなみたいになってて、ほうじ茶カフェとか、ほうじ茶ビルとかね、いろんなもの置いてあるんで、結構ね、面白いし、美味しいよ。で、これ、彦九郎。和菓子の名店。多分ね、このちょっと先の角に、玉栄堂って店があるんだけど、そことね、兄弟かなんかだったんだけど、別れちゃったんだよね。だけど、元は一つってことだよね。元は一つってことで、そういう意味では、多分ね、人形町で一番古い店。なんでかって人形町ができる前から店があるから。昔、江戸時代かなんか、京都かなんかでやってたんだけど、江戸時代もっと前かな。京都かなんかでやってたんだけど、江戸時代になって、江戸の町ができて、ここに移ってきたっていう店。だから、まあ、江戸時代に人形町の町を作ってきた人たちよりも古くからお店をやってる。そういう意味じゃ、人形町の歴史の中では古くもないのかな。まあまあだけど、まあ、人形町ができる前からやってるからね。古いっちゃ古いよね。鳥ただ。なんかね、鳥屋さん多いんだよな、人形町って。それ当然焼き鳥とか卵とかね、美味しい店がある。ここに、親子焼きっていうのがあってね。これ、卵焼きの中に、鳥が入ってるのかな？うずらだったかな？なんか忘れた。なんか鳥が入ってて親子になってる。柳屋。なんか東京三大たい焼きかなんかだよね。いつもすごい人なんだけど、さすがにコロナだね。人があんま並んでないね。まあ、めちゃくちゃ甘いかって言ったらよくわからんけど、美味しいと思うよ。ここね、これ何を、なんて読むんだっけ、東島屋？ここのお店もね、古い。すごく古いから、やってるお店。さすがに今日はお休みかな？うん。で、この生駒軒。これね、実はね、知ってる人少ないんだけどね、日本で最初にできた生駒軒。日本で最初っていう言い方がいいのかな。なんか、なんていうのかな、チェーン店じゃないんだよね、生駒軒ってね。厳密に言うと。だよ、うまく、うまい方はわかんないんだけど、1号店。生駒軒と名乗った1号最初の店。ここは豆腐屋さん、双葉。ここもね、豆乳美味しいしね、ジャンボガンボのとかね、いろんな名物があるんで、もうない。あ、こういう風にあるのかな？うん。ガンボ焼き。さっき言った、お茶屋さん。いい香りだね。YouTube だと、匂いが伝わらないのが残念だけど。大正3年からやってんだね。ほら、甘味どころ。上でね、夜パフェとか飲めたりするんだよね。パフェは飲めねえか。パフェは食べるのか。新しく作ったってのはしたっての聞いてんだけど、あれ場所引っ越したんじゃないかな、ここだったかね、ちょっとはっきり覚えてない。多分違う気がする。すごいよ、ここはね、ビーフシチューとかあるんだけどね、シチューって言わないんだよ、シチューって言うんだよ。なんか昭和というか明治っぽいでしょ。で、さっき言ってた玉栄堂、さっきの彦九郎と兄弟だったって店ね。まあ、やっぱり彼の店のはね、流行るっていうか、なんだろうね、人気出るね。そこに人形焼きって見える板倉。で、さっき言った亀戸。で、向こうの角には贅沢せんべいあるんだけど、まあ、贅沢せんべいは一番いいとこだもんね、人形町の交差点。人形町は水天宮の交差点か。水天宮の交差点で一番いいとこだから。まあ、そこは人気出ちゃうよね。でも一番最初にできた人形焼き屋さんはそこなんだよ。板倉屋なんだよ。老舗なんだよ。うん、
わあすごいね、やっぱ10分ぐらい経っちゃうね、軽く歩いてるだけで。どうしよう、じゃあこっから先、まあ作ろうと思えばいくらでも作れるね。こっから先西エリアとか、こっちのさ南エリアっていうのかね、こっちも結構話そうと思えばあるし、当然北もたくさんあるし、じゃあ今日は東エリアだけでやめとくか。東エリアも本当はもっとずっと先の方から話しなかったな、いろいろ面白いもんだけどね。まあそういうことで今日のとこはこれでおしまい、これでいいのだ。